ピクサーツ。なんかロゴかっこよくなってない？ピクサーツ。あれ、あんなんだっけ？ハンドボールペロタ。はい、どうも皆さん、こんばんは、羊です。さあ、今回プレイするゲームは、ハンドボールペロタというゲームをやっていきたいと思います。いや、ペロタって何？とうとうピックサーツさん、ふざけ始めましたかって思った方もいるんじゃないでしょうか。僕も思いました。はい。で、調べてみたら、なんか、あるっぽいんだよね、そういうスポーツが。うん。なんか、ある、めちゃくちゃマイナーだけど、あるっぽいんだよね。で、どんなスポーツかっていうと、スカッシュ。スカッシュって、知ってますかね？テニスのラケットみたいなのを持って、壁にぶつけて、壁にボールぶつけ合うみたいなやつ。あれの素手バージョンらしい。素手でやるらしい。ラケットとか使わないバージョンっぽいんだよね。はい。みたいな感じの、ゲームらしいです。はい。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひね、チャンネル登録していってください。さあ、早速やってみましょう。さあ、じゃあやっていきましょうか。もう無音やめてほしいね。プレイデバイス。お、来た来た。イージー、ウィン5ポイント。はいはい、10ポイント制、15ポイント制ってことね。ほうほうほう。じゃあまずイージーでやってみようか。ルールが全然わかんないんだよね。スタジアム、セレクトできるのね。まあ、一番シンプルなやつで、1からやっていこうか。来た！ Move your player with Joy-Con。あ、なんか来た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 。動ける。 おいおい、大丈夫かこれ。怪しい動きしてるぞこれ。待って、サウンドオンになってんな。何？サウンドオン。オンしたけど、あ、待って、これ何すんの？あ、やった。何これ？なんかやってるよ。 え？ ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。おい、どういうことだ、おい。てか、ロゴ入れてんじゃねえ、こんなとこに。おい。一丁前にロゴ入れてん。なんだ、これ。おい。何これ。おい。なんだ、これ。ピックスアーツじゃねえよ、こんなとこに。こんなかっこよかった、ロゴ。え？ちょっと、ロゴに力入れてないで、ちょっとこの動き何とかしろや。なんかこれ、操作が全然わかんない。なんかやってるね、でもね。ちょ、待って。ああ、おい、お前、打ち返せ、お前、もう。 何やっとんの、さっきから。 何これ、ユースコア。はいはいはい。僕が左かなってこと。来た。ああ、打ち返した、来た。来た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 。本当に素手でやってる。おーい。 おい、やる気あんのか、おい。サウンドオンにしてるけどさ、何もサウンドないよね、これ。こっちでオンになってるの？あ、オンになったわ。待って。そういうこと？ 申し訳ねえ程度になんか拍手起こった、今。そういうことが、なんか BGM あんのかと思ったら。ないんかい。何これ？はい、来た来た。さあ、打ち返せよ。おーい！やる気あんのかって。おお、めっちゃ拍手。めっちゃ拍手。そんなに？ホームなんかな、僕が。僕がホームっぽいね。オッケー、来た来た、はいはい。さあ、跳ね返してくれよ。頼むよ。いいよ、いいよ、その位置。おーい！おい！ふざけてんのか、おい。ふざけ倒してんじゃねえ。なんであんなスライディングすんの、この子。そんな派手な動きいらんから。ペロタに激しい動きは必要ねえ。ほら、行け、ほら。普通にやれ、普通に。おーい！ おい！勝っちまったじゃねえか、これ。あれ？勝ってないの？ 5 ポイント制じゃないの、これ。あれ？ 6 ポイントだけど。なんだ、これ。どういうこと？いつまで続くの、これ。ちょ。おい。おい。打ち返せよ。おい、いいね！来た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 。うまくなってね。おい、ごめん、ごめん。ごめん、ごめん。普通にごめん。難しかったな、おい。ごめん、ごめん。普通にごめん。全然ラリー続かないじゃないの、これ。これ何これ。はいはい、頼むよ。次こそ、ラリー続けようぜ。おーい！派手な動きいらんのよ、ほんとに。なんだこれ、なんて書いてあるんだろう。なにこれ。どういうこと？僕サーブか、これまた。なんなんだこれ。
あ、来た来た来た。はい、ラリー来た来た。はいはい、来た来た。はい、来てるよ。ほら、ラリーして、ラリー、ほら、来た来たし。おーい、だから、その動きやめえ。いらんことすんな。ユーミン来た。え5ポイントで今やってたよね、僕。7ポイントで終わんなかった。どういうこと？なんだ、もういい。ミディアムでやろうぜ。来た。はいはいはい、来たよ。さあ、ステージちょっと変わったね。若干変わったな。はいはいはい。さあ、頼むよ。おーい、お前のか！おーい、僕もできた。なるほどね。いや、その動きいらんくね、これ。まだいらないでしょ。もっと振り回されたら、やんないと。ねえ。おーい！おい、背でかいだけか、あんた。なんだこれ。自分でボール拾いに行く背、あ、違うわ。あれ？なんだ。おいおい。なんでそ、おーい！拍手小さ。敵が点数入ったら、拍手小さすぎ？ちょっと。もうちょいしてあげてもいいんじゃない？敵ながらそう思うわ。あ、来た来た、うまいね。はいはい。どけて、ちょ、ねえ、どけて！ねえ。ねえ。あ、もう始まってる、ほら。始まってるよ、ほら。どこ行ってる？あ、やだ、おおおお。やるじゃん。待って。あ、やるじゃん。なんだ、おい。打ち返したぞ、今。お、来てる。やばいやばい。余計な動きしないで。おい、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 何しとんの、これ。おい、おい。ふざけ倒しとるじゃないの、どっちも。この線は何なんだろうね。線より前で打っちゃダメなんかな。ね、この線なんだろうね。おお。なんかいい勝負してるわ、なんかね。なんだなんだ？フォルト。サーブミスってことだね。はいはいはい。はいはい。これよっぽどのことがない限り、サブミスないと思うんだけどね。はいはい。いいね、いいね。背高いから敵やりづらそうだね、なんか。ちょっとしゃがまないと打てないって。あの、膝ちょろんと曲げるっていうね。いいじゃん！いいよ、試合っぽくなってきた！ついに。はいはい、いいよ。ナイス。タイミングがわからんな。いやいやいや、でもなんか試合っぽくなってきた。接戦だしね。同点だよ、今。さあ、白熱してまいりました。ちょ、どけてくんない？ちょっと。おーいこれいいんか？これありなんか？この人の前に立つの。せめてどけてくれんか？はいはいはい。ほら、どけるから。ほら、打ちやすいでしょ？それは打ち合わせ。どけー！どいてくれ！ちょーっと待ってくれ！ちょっと。めちゃくちゃ下手になってきた。やばいやばい。どうしよう。さっきまで怒ってたのに。あー、もう打ってるわ、ほら。何ですか？え？なんでポイント入ったの、今。あれ？なんだ、負けたの、僕。おい、なんだこれおい。え、ミディアム今負けた、僕。どっち勝ったの？もうわかんないわ。なんだこのコンサート場みたいなとこ、どんなとこでやっとんのこれ。体育館でやれ、せめて。オッケー。ナイス。さあ、来た来た来た。いいよ。おい、おい、おい。なんか赤い帽子かぶっとんの。いや、コンサート会場じゃないのこれ。え？オーケストラとかがコンサートする場所じゃん、ここ。どんなとこでやってんのこれ。でもなんか本当にあるらしいからね、このスポーツね。もう動きが茶番なんだよね、さっきからね。なんなん、マジで。でも、面白えわ。ちょっと面白えわ。そんな近くありなんだ。この線の意味何なんだろう、じゃあ。なんか得点が2倍とかなんかな？豪快にダイブしてるわ。もうね。さあ。なんでこんなさ、絶妙なマイナースポーツついてくるんだろうね。ピクサーズさんはね。面白いね。着眼点が面白い。どけ！おい！
ほらー、邪魔していいんかな、これありなんかな、わざと邪魔してんのかな、怖い。はい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 、やっぱね、マイナースポーツですから、みんな、プロはいないんだよ、多分。みんなアマチュア。はいはい、いいよ。来た来た来た。はいはいはい、いいね。バウンドしてすぐっぽいね。打ち返すタイミングは。はいはい。はい。あー接戦なんだよな、さっきから。なぜか。これさ、これ邪魔したぞ。あー。はいはい。あれ？おーい。どうなっとんのこれ。勘弁してくれ、ちょっと。ふっ。やるな。うまいね、敵。なかなか。おーい！なーにこれ？はいはい。いいよ。オッケー、ナイス。体の真正面で打つんだな、多分。何？てか負けてね、めちゃくちゃ負けてんじゃん。これあれか、今僕触ったからかな。だから、敵に入ったのかな、点数。これは？はい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 。いうスコアね。ルールが全然わかんないからね。うん。OK、ナイス。体の真正面だな、これ。真正面で打つ感じだね。どこだ？よし！あ、やべやべやべ！マジか！あれ？うーわ。マジか。え？あ、デバイスビーンって書いてあるのか。僕負けてんねん、そしたら。おい、マジか。もう15ポイントやるか。しゃあない。あー、なんかちょっと豪華になった。でも、相変わらずコンサート会場なんよ。なんで？体育館でやれ！体育館でやるスポーツじゃないんか、これ。客も全然入ってねえし。そんで。これなんです、なんでこれ空振るんだろうね。いまいちわかんねえの。おーい！なんで？手振ってるでしょうがよ。おお！うまい。うまいね、敵。え？あー、僕触ったんか、これ今。マジか。なんなんだろうな。やばいね。シュールすぎね。やば。決まっ。おーい！邪魔してやる。触るな。オッケー。最後までボール触っちゃダメなんだね。オッケー。はい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 。これで？どっち？はい、僕だ。はいはい、いいよいいよ。さあ、追い上げていこう、こっから。誰ですか、サーブ。あなたか。はいはい、いいでしょ。どこだ？あ、やばい、そんな手前か。間に合う？オッケー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 。ナイスナイス。ファインプレイ。さあ、どこだ？ここだ。来た。オッケーナイス！はいはい。よっしゃ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 。いいね、いいよ、いいよ、いいよ。怒涛の追い上げ。さあ、盛り上がってきた。盛り上がってきたぞ、これ。オッケー。さあ、ここだ。オッケー、ナイス。さあ、来い。来るか。よし、ナイス。来た。ちょ、どけ、どけ。おい、それずるいぞ、おい。どけてくれ。頼むから。ずるくねえか。はい、オッケー、ナイス。はい、ナイス。サーブが適当なんよ、さっきから。来て来て。オッケー。さあ。よー、オッケー、ナイス。え、なに？接戦にしよう、させようとしてるこの人、わざと。ひょっとして。え、もう同点ですけど。さあ、来た。どいて、どいて、また。それずるいわ、マジで。邪魔してやる、これ。はいはい。オッケー、ナイス。
さあ、撮れるかな？オッケー、ああ、ちょっと撮った、撮りやがった。待って、どけ。さあ、もういいね。続く、ラリーが続く。いやー、ごめん、これは僕だ。これ僕悪い。ごめん、マジでごめん。マジごめん。いや、サーブ適当すぎ？ねえ、せめてね。画面移動中にもう打ってるもんね。やばい。これ、ウィーン15ポイントってなってるよね。これなんで？どういうことだ？おーい！終わっちゃったぞ、これ。もう全部やったよね、もう。もう一回だけやるか、もう最後に、じゃあ。なんなんだ、これ。勝つよ、もう。ちょっと本気でいくわ。敵変わってね。こんな紫頭だったっけ？さっき。何ちょっと地味に敵変えてきてんの。さあ。うわー、じゃあナイスー！オッケー。オーケー、先制点だ。さあ来い。さあ来い。はいはいはい。おいしょ、ナイス。さあ、なんか知らんけど面白くなってきたな、ちょっと。悔しいけどちょっと面白くなってきた。やばいな。でも聞いて、このゲームね、500円以上する。ちょっとありえなくない？ねえ。買ったけどさ。あー、やばいやつ。ね、信じられる？これ無料でよくない？これ。せめて100円。お金取るなら100円。500円超えはきちいぞ！オッケー。さあ。敵ムキムキだな、おい。すごいね。ムキムキタンクトップじゃないの、これ。ムキムキイエロータンクトップじゃないの、これ。ねえ、透かしてますけども。はいはい、いいよいいよ。さあ、今度こそ勝ってよ。これさ、15ポイントって合わせて15ポイントってことかな。やばい、間違えた。あ、じゃあ、これ合わせて15ポイントで、どっちかが、多いポイントの方が勝ちってこと？なんかな。だってさっき、敵15ポイントも取ってないよね。どうだ？やばい。おー、うまいね。今のうまかった。来た。オッケー。どうですか？はいはい。なんで透かすの？おーい、打ってんだけどな。なんでだ？はいはい。さあ。近いな。なんで？ちょ、待って、これなんかしゃがんだりすんのかな？しゃがむの勝手にしてくんないのかな？なんだ？さっきから。あ、やべ、音。オッケー。せめてね、この効果音だけでも。あ、サウナ。これ僕はね、オッケー。さあ。オッケー。いいよ。あ、はい、ナイスー！ナイスー！いいね。盛り上がってきました。さあ、盛り上がってきたぞ。オッケー。これ邪魔してやる。オッケー、うまいね。敵、うまいな。オッケー。いいんじゃない？おっしゃ、ナイス！来た！さあ、どっちですか、サーブ。あなたですか？どこだ？ここか。オッケー、ナイス。僕、偉いからちゃんとね、敵の後ろ回るから撃った後。偉くない？ほら、敵これ！これ！ちょっと。僕は撃った後ちゃんとね、どけてあげてんのに。スポーツマンシップが鳴ってないね。まったく。オッケー。さあ。うまいな。オッケー。さあ。接戦だ。オッケー。さあ、6対6。同点です。はい。ってことは、今合わせて12点だから、
女優さん。あと2点でも勝負がつくってことじゃない？あ、なんだおい、あれ勝ったの僕。え？勝った？あ、勝ったっぽいのは。はい、ということでね。なんだっけ、ハンドボールペロタでした。ペロった方は、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ、興味がある方は、ぜひ、ね、買ってやってみてください。おすすめはしません。100円でも買わない方がいいと思う。はい、ということで、以上、ペロタでした。ペロタって何？